皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。侍が世界を制覇した。将軍将軍が世界中の視聴者の心を見事につかんでみせたのだ。先月27日に第1話と第2話を配信したこのミニシリーズは、最初の6日間に全世界で900万の視聴数を獲得。将軍将軍。 を配信するディズニーは全体の視聴時間をドラマの尺で割ったもので視聴数を測るこれはディズニー・ジェネラル・エンタテインメントにとって最高記録のデビューこれまで記録を持っていたのはザ・カルダシアンズ第1シーズン北米だけを見ても Hulu が配信する FX 作品のデビューとして過去最高記録を達成これまで最高記録を保持していたのは アメリカで大人気を誇り、あらゆる賞を取りまくってもいる、一流シェフのファミリーレストラン、第2シーズンだった。ディズニー傘下の FX プロダクションズが制作した10話構成による、将軍将軍は、アメリカではやはりディズニー傘下である Hulu で配信されるほか、ケーブルチャンネル FX で放映。中南米ではディズニープラスとスタープラス、その他の国ではディズニープラスが配信する。 出演者のほとんどが日本人、しかも時代物。セリフのおよそ7割が日本語で、日本語を知らない視聴者は字幕を読まなければならないこのドラマが全世界からこんなに温かく受け入れられたのは、まさに画期的なこと。そう遠くない昔、ハリウッドの作品にはアジア人がほとんど出てこないのが現実だったのだ。出てきたとしても脇役で、当然ながらそのキャラクターは英語を話す。 もっとも、近年は韓国語の「イカゲーム」や、セリフはほとんど英語ながら、韓国語も少しだけ出てくるが、アジア系キャスト中心の「ビーフ、ビーフ、逆上」などが配信でヒットしており、アジア系が前面に出てくる作品が受け入れられる土壌ができていることは、ある程度証明されていた。それでも「将軍将軍」は、かけられている予算の規模が違う。 正確な制作予算は明かされていないが、FX の歴史で最高レベルとのこと。それは、1600年の日本をバンクーバーに再現したセットや衣装、視覚効果などにも容易に見て取れる。主演とプロデューサーを兼任する真田広之も、新しいセットに入るたびにスケール感に圧倒され、役者冥利に尽きると、配信開始前の筆者とのインタビューで語っていた。 30秒スポットで700万ドル、およそ10億円、モスルスーパーボウルの試合中継でも予告編を流すなど、宣伝広告費も惜しんでいない。制作人はそれだけこの作品に自信を持っていたということだろう。しかし、ヒットするかどうかは誰にもわからないもの。そのギャンブルは正しかったことが、今、証明されたのだ。実際、見た人の評価は非常に高い。 配信開始前に100%だったロッテントマトーズ .com は今もほぼ同じ99%。配信開始後に加わった一般人の評価も94%だ。一般人のコメントにはまだ3話しか見られていないので気が早いかもしれないが、これは今年最高のドラマの一つになるだろう。劇場用映画のレベルの大傑作、1話を見た時から好きだったが、 話が進むに従ってますますす良くななる、など絶賛の声が寄せられているそんな中で注目したいのは衣装をはじめ日本文化のディテールが徹底しているところが素晴らしいこのドラマを見て日本の歴史をもっと知りたいと思うようになったなどといったコメントだ真田が徹底してこだわった正しい日本の描写は日本人以外の視聴者の心にも響いたということ どうせ日本人にしかわからないと決めつけられがちなそれらのディテールは、この作品の大きな魅力の一つなのである。もちろん、ドラマはまだ始まって2週目で、これからがさらに期待される。毎回多くのドラマチックなことが起きるものの、最後の3話はとりわけ劇的で、次が待ちきれないというファンの気持ちはますます高ぶると思われるのだ。口コミ効果もあってファンは増え続け、 最終回ではさらにすごい数字を出すことになるかもしれない。配信開始前、真田は、これをきっかけに、日本をテーマにした作品が作られやすくなって、もっと世界にアピールしていけるようになれば、との願いを語っていた。今、そこに一歩近づいた形だ。将来、歴史を振り返ったとき、将軍将軍は、ハリウッドの日本の取り上げ方にどんな影響を与えたことになるのだろうか。 どこだと思いますか次は CU でした。